日本現代文学研究会、現代日本小説体系第42巻より、江口菅は日本の小説家である。東京小島町生まれであるが、出身地は父の故郷である、栃木県烏山町である。本名は同表記で清であるが、戦後は菅と改めた。父の江口城は陸軍の軍医で、東大医学部で森外と同期であった。 34中から第4高等学校に進学するも、父と進路をめぐって対立し、4校を退学、第5高等学校に入り直す。この時期には俳句に没頭し、川島壁後等に認められる。1912年、東京帝国大学英文化に進学する。この年、雑誌、スバルに短編、かかり船を発表し、作家として認められる。この頃から佐藤春 広津和夫宇野浩二たちとの交流が始まる。また、夏目漱石の地具を受け、漱石参謀をしばしば訪れる。さらに芥川龍之介との交流も始まる。1915年には北川千代と結婚。1917年に大学を中退する。1920年の日本社会主義同盟の結成大会に出席し、中央執行委員に選ばれる。 1927年には、小川未明らと無産派文芸連盟を結成したが、1928年に解散。同年の倉原コレトの提唱による、日本左翼文芸家総連合の結成に参加した頃から、選挙派に接近し、1930年には、日本プロレタリア作家同盟の中央委員長に選出された。1933年の小林滝路の死に際しては、 葬儀委員長を務め、それを理由に検挙されたこともある。戦争の激化とともに、1944年には、郷里のカラス山に疎開し、そこで終生過ごすことになった。1951年の宮本由里子の死去の時にも、葬儀委員長を務めたように、民主主義文学の長老として、いわばお目付け役のような役割を果たしていた。また、1961年には、 中野茂春と共に日本共産党の中央委員にも選出された。1964年の新日本文学会第11回大会にあたって当時の幹事会報告草案が部分的核実験禁止条約への賛成を押し付けるような当時の会の内部にあった意見の相違を無視する一方的なものであったことに反対し、下田正嗣たちと共に大会で 意見の相違を保留して一致できる点で運動を進めようとする対案を提出しようとしたが、大会の議長団によって拒否され、大会後にはそれを理由にして新日本文学会を除籍された。翌年の1965年には、日本民主主義文学同盟の創立大会で議長に選ばれ、死去までその職にあった。1975年1月18日、心筋梗塞のため、 栃木県烏山町の自宅で死去。諸女作の、かかり船は、短尾的な作品であったが、大学を中退した頃からは、社会の矛盾に目を向け、社会主義や無政府主義に近づいたため、社会の矛盾を告発するような作風へと変化している。この時期の作品としては、馬車屋と軍人、労働者誘拐がある。1920年代に入ってからは、1923年の、 大杉久九1924年には中浜哲、古田大二郎など、信仰のあった無政府主義者が次々と弾圧される中で、無政府主義から徐々に離れ、プロレタリア文学運動の方向に動いていく。この時期の作品としては、恋と牢獄、彼と彼の内蔵がある。プロレタリア文学運動の体調期にも、人生の入り口など、地道に創作活動を続けていた。 戦後、小林滝二の虐殺の真相をいち早く明らかにし、新日本文学界の発起人も務め、民主主義文学運動を推進するとともに、地元の後進たちの指導にも当たった。農村の戦後の改革を描いた、花嫁と馬一匹が、この時期の代表作である。1950年代に入ってからは、小説よりも回想期の執筆が主となり、我が文学半世紀は、 大正時代の日本文学の貴重な証言となっている。1970年、歌集、分けし命の歌で、多き地、百合子賞を受賞した。なめかわみちお作品による、日本児童文学史に明治、大正期、牧書店、1968年。岩井博史、作家の臨終、母比辞典53ページ。ありがとうございます。